今までお世話になりました。全部で3万くらいっすね。全部下ろします。席に着く。今日から新しい仲間が増えるぞ。うん、んだよ。やったじゃん石田、女子だって。はあ、興味ねえし。いいか。じゃあまず自己紹介して。ん？あ、
石田と一緒じゃん。翔ちゃんだっていいですね。はあ、よくねえわ。今から言うところ書いとけ。20ページから25ページと32ページの練習問題、次の小テストの範囲だから。ノート貸してみ。まず視点、文字の通り力を支える点な。次、力を抑えるところが力点、重りを下げたり置いたりするところが作用点。テコはこの3つの位置によって3種類に。これ合唱コンやばくない？負け戦じゃん。しょうもないこと言った。罰言ってよ言ってもうさあ、私また聞きそびれちゃったんだけど。後でコピーしてあげるね。頼むわ、うん、僕は悪くない、だから絶対にごめんなさいは言わない。なんだ上野、その読み方は。たく、もういい。次。クソメガネ。西宮。うん。ここからだよ。いい加減に意地を張るのはやめなさいよ。お母さんは秋江堂で言うけど謝る気はない。よし、次、石田。嘘でしょ。わわわえうう石田、ふざけるな。うえあさあ、もっとうまくやらねえとうざがられちゃうんじゃねえの。なんだよ。友達。だよ。気持ち悪い。教室の北です。皆さんは手話って知っていますか？手で話すと書いて手話。文字通り手でおしゃべりするんですよ。素敵でしょ。そこで皆さん、しょうこちゃんともっとお話しするために、毎日3分朝の会を使って手話を覚えましょう。先生。はい。ノートに書くのじゃダメなんですか？しょうこちゃんは手話を使った方が楽なんですよ。私は手話より書く方が楽なんですけど。
あの、私、手話を覚えます。た、あや、み、ろ、こ。へぇ、さあ、ポイント稼ぎ、おーつ。めっちゃ好き。かっこよすぎ。だねー。あ、来週ドラマ出るし、見ないとだよ。あいつ、服ダサくね。ダメだよ、なおちゃん。作者はこの作品を通して、実験の後も二酸化マンガンは。広瀬、お前そっち。にーしみや。何やってんの、石田。やめときなよ。こうし。石田、やりすぎだって。そう、こんなもんっしょ。悪いやつ。いいじゃん、いいじゃん。いい感じ。あ、うーわー、誰がこんなことしたの。ひどい。私が代わりに消してあげるね。はい、できた。あ、どういたしまして。行こうぜ。縄文時代は。わあ、ほら石田、授業中だろうが。はい、すみません。どこまでだったかな。あ、どんな家に住んでたかというと、地面に穴を掘って、その上に柱。ねえねえ、西宮さん、これってさ、本当は聞こえるってこと？あ、だよね。私も思った。ちょっと見せて。上野、それ何？貸して。うわ、何これ、きったねー。やりすぎ。あー、マジムカつく、あのクソメガネ。何、どいて。邪魔。この人何やってんの。帰ろうぜ。嘘つけ。文句あんなら言えよ。はぁ、話せよ、キモいんだけど。西宮さん面白い。将来赤くなってんじゃん。なってねえよ。行こうぜ。お、マジかよ、西宮さん。これはやばいな。うわぁ。じゃあ直しようよ。また明日。今日は皆さんにお話ししたいことがあります。今日お休みしている西宮祥子さんのことです。
実は昨日西宮さんのお母さんから電話がありました。西宮さんの補聴器がこの5ヶ月で8個も紛失または故障している。学校でいじめられているのではないかと。この中で西宮さんに対するいじめやそれに近い嫌がらせを目撃した人はいませんか？補聴器は一つ一つがとても高価なものだそうです。これ以上お父さんお母さんに迷惑がかかる前に。石田。え？なあ、お前だろうが早く食べよ。おら！はい。上野、隣で見ててどうだった？ちょっとからかってた的なことはあったかも。え？島田は？まあ一応僕もやめとけとは言ったんですけどね。翔也聞かなかったし。え？島田、お前も一緒にやってたじゃん。女子なんてすげえ悪口言ってたでしょ。ねえ、特に上野と河合が。は？ひどい。私そんなことしないよ。どうして？石田くん、ひどいよ。本当にご迷惑をおかけしてしまって。はい、はい、失礼いたします。翔也、待ちなさい。翔也、翔也、先生から全部聞いたよ。ちょっと、なんであんたそんなに濡れてるのよ。うっせえな、いつもの飛び込みだよ。待ちなさい。誰かに迷惑かけてない？知らねえよ。先生の話、本当なの？ああ、本当だよ。あ、西宮さんとこ行くから、支度しなさい。翔ちゃん、帰るよ。明日からいい子にするんだよ。いい？あれ？偉人と呼ばれている人たちはいろいろな苦労をしていた。何してんの？なあ、俺の机で何してんの？何やってたんだよ、気持ち悪い。
その顔。いいやつぶってんじゃねえよ。なんだよ、言いたいことあんなら言えよ。いつもわけわかんねえ顔しやがって、ムカついてんだろ。なあ言えよ。って何すんだよ。何なんだよ。何言ってんだよ。なんだよ、分かんねえよ。西宮さんは転校しました。はいっと。おい、昨日の日直誰だ。日誌が出てないぞ。あと花当番誰だ。翔子ちゃん、こんにちは。西宮。あの覚えてる？俺小6の時の石田翔也なんだけど。西宮、待って！西宮！あれ？西宮！いや。これ私に来た。あの忘れ物。手話どうしてって覚えた。あ、てかこれ。あんまし見たくないかもだけど。あのさ、俺と西宮友達になれるかな。何言ってんの俺って言ってたんだろ。小学生の時やっと意味分かった。泣かないでよ、泣かないでよ西宮。僕と友達になってくれませんか。翔太、翔太、翔太、起きなさい。朝ごはん。翔ちゃん、起きなさい。マリア、おはよう。
行ってきます。ママ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、ちょうちゃん、いただきます。たくさん食べな。何そんなニヤニヤしてんだよ。だってさあ、バイト頑張ったんだね。漫画も服も布団まで売っちゃって。でもあんたのその気持ちが嬉しい。ところでさ、翔ちゃん、なんで死のうとしたの？え？いや、まあこれでもいろいろあったんだよ。でもなんていうか、もうやっぱり、え、やっぱりそうだったのね。おかしいと思ってたのよ。部屋は異常に綺麗だし、携帯は繋がってないし、おまけに何あの意味深すぎるカレンダー、4月から後がちぎれてた。死ぬのやめるって言わなきゃこれ燃やすわよ。あんたが汗水垂らして稼いだ170万。おい、聞いてんのかこら。え、ああ、何バカなこと。バカはあんたよ、この親不孝者。あのごめん、マジですいません。やめます、やめます、すいません、マジで。何をやめるだ、はっきり言え。死ぬのやめます、死ぬのやめます。本当？本当っす。そう、絶対よ。あ、お母さん。ああ、あっちゃっちゃっ、あの、水俺は昨日、うんと高い橋から飛び降りて死ぬつもりだった。西宮に会いに行ったのもそのための儀式で、過去最大で最強の度胸試しだったけど、中学の入学式で島田が言った。石田翔也ってやつに近づかない方がいいぜ。あいついじめっ子だから。自分が犯した罪はそっくりそのまま自分に跳ね返る。その罪を背負い罰を受ける必要のある人間だと思い知った。そして俺は孤立した。隠しておくように。石田くん。はい。あ、かわいい。数学のノート提出まだかな。あ、ごめん忘れてた。あ、そっか。じゃあ早く出してね。うん、ごめん。中庭行く？石田くんってああやっていつも一人でいるんだよね。有名だよ、みんな知ってる。マジかよ。ああ、またこっち見てる。いつも一人で寂しくないのかな。一生あのまま。あいつなんで生きてんの？ああ、
あのさ、これ発売日に買った。うわ、俺今日からファンやめるわ。俺も。だよな。あの頭見たことある。誰だっけ。っていうか俺また西宮に会いに行っていいの。恋にパンやってるって言ってたし。てかお前みたいなやつがどの面下げて。はあ、残したお詫びなら言っていい。毎週火曜日にいるって言ってたな。キモいかな。ただいま。今朝ごめんね。翔ちゃんが必死に稼いだお金燃やしちゃって。ああ。でもさ、死ぬために稼いだお金なんて使いたくないよ。ごめん、また稼ぐよ。ありがとう。ゆっくりでいいからね。さ、お腹減ったよね。ご飯ご飯。お腹。火曜日。なあ、ちょっとチャリ貸してくんね。俺？は？一体何のために？この間の人。忘れ物。通りに行きたいの。は？何なんですか？ご自身のを使えばいいじゃないですか。おい、ねえから頼んでんじゃん。は？やめてください。おい話せよ。ちょっとやめて。誰か助けて。誰か。おいやめ。助けてください。うるせえよお前。手離せって。あの、おい俺の貸すよ。マジ神じゃん。パクられていた。よりによって今日は火曜日で、やっぱ会いに行くべきじゃないってこと。別に歩いていけないわけじゃないけど、行くなと言われてるみたいだ。何か理由。ん？何かとてもスマートでナチュラルな理由が欲しい。うわっ。ふっくら新作パン割引券。これだ。に西宮さんいますか。いません。いますよね。いません。西宮翔子はいません。失礼ですが、あなたは本当に友達ですか。それでは。なんでもないよ。ネズミがいただけ。すっげえキモいやつ。大丈夫だよ、もう来ないから。友達。
なんで？あ、いた！石田くん！見てこれ！見てこれ！自転車！君のだよね！グッドタイミング！いや、住所書いてあったからよかったよ。これ、どこにあったんだろう？田んぼに乗り捨てられてた。いや、めっちゃ探した。よかった、取り返せて。石田くん、どうしたの？あ、いや、君の名前。いやー、長塚だよ。君の後ろの席なのに。あ、そうだ、これいいパンだよ、食べる？長塚くん。石田くん、石田くん、おはよう。おはよう。石田くん、今日遊びに行こうよ。僕ら友達になったことだし。石田くん、こっちこっち。どうかした？夜宵。ああ、なんでも。夜宵？ビッグフレンド感出るでしょ？おお、はあ、で、なんか悩んでるの？なんでも話してみなよ、俺たち親友なんだから。長塚君、あのさ、友達の定義ってなんだろう？なんていうか、ほら、友達になる権利とか資格とか、そういうのって。ねえ、ヤショウ、手のひら出して。ほいほい。これが友達だよ。ほらさ、石田君、友情ってのは言葉や理屈、それらを超えたところにあると思うんだ。資格？そんなのいるもんか。くだらないね。いません。いるよね。いません。あの、君は。俺、翔子と付き合ってるんで。あ、やべ、落ちた。あ、俺じゃないよ、ファンのことね。てか、あ、西宮って年下が好きなんだ。なんか意外。あ、これ、せっかくなんでパンだけでも、いいパンなんで。あの、自分を満足させるためだけに来てるなら帰ってください。もういいですか？では。おい、少年！俺のたちが西宮さんに会いたいっつってんだ。長塚くん、つべこべ言わずに出せや。おら、長塚くん、なんでここに？取ってきた、親友にありがちだろ。クソの友達はクソ頭だったな、このうんこ野郎。は？何なんです、オタク。もう一回言ってみろや。ちょっと長塚くん。うんこ頭、うんこ頭、うんこ頭。ちょっとあれ、オナ、どうしたの？あれってゆずるちゃん？いやだ、ちょっと喧嘩してるわよ。長塚くん、長塚くん、もうやめよう。ね、長塚くん、もういいよ、帰ろう。長塚くん、このあら、あなた、こないだの。いや、違うよ。長塚くん、ごめん。あ、しまった。くそー、哀れた。やったな、石田くん。おい、少年、貴様、覗き見してるだろう。俺にも見せろ。ん？石田くん、なんか手をひらひらやってる。手話じゃねえの？なんだって。すごいな、石田くんにはそんな特技が。ん？お前、手話わかるのか？通訳しろ。
さっきのうんこ頭誰？全然知らない人。キモーい。まじめに話せ。落ちるなよ少年。本当は会ってはいけないと思った。友達の意味をこの2週間ずっと考えていた。僕が君に会う理由探していた。石田くん嬉しい。私も同じこと考えてた。おかしいね。西宮、これパン恋に。餌やり楽しい？あ、そっか。西宮、やっぱそれあまし見ない方が。西宮！落ちた。どうした？石田君がどうかしたのか？おい！おい少年！石田君の代わり！なんで！一体な何するんだ！西宮、西宮、ごめんな、落としちゃって。石田くんじゃん。またね。いいのか。あ、ねえねえ、これ石田くんだよね、この人。え、なにこれ。え、石田くん、ちょっと職員室に来なさい。今回私は飛び込み禁止とされている水門橋から川へ飛び込み、その写真をインターネットで公開しました。あ、ちょっと悪いんだけどさ、マリアお迎えに行ってくれない？いや、俺自宅謹慎中なんですけど。ちょっとぐらいいいよ、よろしくね。ちょ、おい、マリア、そろそろ帰るぞ。翔太、なんかいる？ちょっと、あ、おい、おい、大丈夫か？お前、西宮の彼氏だろ。風邪ひくぞ。うん、
ネズミじゃないか。何してんの、こんなとこで。靴は？怒らないの。何を？ネットにお前の画像をあげたの、俺なんだけど。ああ、あれお前？そっか、よかったわ、お前で。何それ。理由はなんとなくわかるし。怒るよ。いや無理だよ、元は俺が悪いんだし。翔太、お腹すいた。はーい、じゃあ俺帰るわ。お前も早く帰るよ。お前子供いんのか。姉貴のだよ。おい。はい、ゆずるくん、たくさん食べなさい。ねえ、姉貴は？今日は遅いんだって。マリア、暑くない？おいしい。そう、ゆずるくん、食べないの？あ、ゆずるくん、あー、どうぞ。何してんの？急にいないからビビった。ほら、傘。よし、ちょっと。いいから持てよ。てか、持って。サンキュー。あ、そうだ、お前。え？よっぷり。これ履く？俺が履いてたやつだけど、もう履かないし。やるよ。お前さ、なんで家出したの？喧嘩した、翔子と。あ、へえ、やっぱあれ、付き合ってるとお互いいろいろある的な。うん、翔子のシャンプー勝手に使ったから。え、お前なんていらないって言われた。え、君ら同棲してんの？母さん、自分にさせよ。一本しかねえんでしょ。いや、本数間違えたの俺のミスだし。あと、お前に風邪ひかれたら西宮に悪いし。あのさ、なんなのお前、偽善者なの？え？野良猫拾って気持ちよがってんの？面白がってたんでしょ？耳が聞こえないからって面白がってたでしょ？ねえ、で、今さら死は覚えたって。何それ、なんかまともな人間にでもなったつもり？気持ち悪いんだよお前。そっか、そりゃ聞いてるよな、西宮から。うん、そう、俺最低な人間だから。本当は生きてちゃまずいやつだから。せめてもう西宮を泣かせたくないって思っただけで。君たちの間を邪魔するつもりはないから。それはないから。でもこれは俺自身のことでもあるんだ。ここで。もう
あ、そうだ。信じ込んじゃってるとこは大変申し訳ないんだけど、俺、翔子のだから。妹さん、じゃ、西宮さんのお母さん。行くわよ。ちょ、いてんですけど。すみませんでした。ただいま。ゆっくり。あ、姉ちゃん、濡れるぞ。ごめんなさい。俺の方こそごめん。あ、ね、シソジュース飲みたい。ばあちゃんの。ゆずる、あんなこと付き合っちゃダメよ。翔子にも言っといて。そんなの自分で決めるよ。俺も姉ちゃんも。おお、少年、元気してるか。おい、今日はまたどうしてよ。借りた傘返しに来たんだ。お、少年、なかなかちゃんとしてるじゃないか。長塚君、その子少年じゃないよ。え、西宮の妹。まあ、知ってましたけど。いつも俺の野生がお世話になってます。友達の長塚。あ、俺、携帯買ってもらったんだ。西宮も携帯持ってるよな。メールとかやってんの？友達と？今の学校の。へえ、いいね。他にメールしたい相手いる？メアド知りたいやつ。あ、そう、教えようか。俺、何？さあ、はら、佐原さんって小学校の。やしょうやしょう。ん？で、佐原さんとやらに会いに行くのかい？もうやだ、そんなことないよ。でも河合さんってしっかりしてると思うけど。河合さん、やしょ。でも真柴くんって。河合さん。あ、何？あ、聞きたいことが。小学校の時一緒だった佐原さんの連絡先知ってたりする？佐原さん、ごめん、知らない。あ、でも学校ならわかるよ。奈緒ちゃんが同じだから。太陽女子学園。あ、金やば。石田君、これを使いたまえよ。あ、何これ、そんなにいらないよ。気にすんな、やしょう。交通費、お食事代、ラブホ代と考えたらこれくらいあった方が安心だろう。は？おーい、連れてきたぞ。姉ちゃんが自分のことなのに放置されてクソムカつくって。悪いけど連れて行ってやってくれ、石田。え？
ごめん。翔ちゃん、私サハラだよ、覚えてる？いや、あれ、石田くん？久しぶりだよね。あれから勉強してたの。これ合ってるのかな。途中でいなくなってごめんね。ずっと気になってたんだ、翔ちゃんのこと。会えて嬉しい。びっくりした。うんうん。本当？うんうん。翔ちゃんはどんな高校行ってるの？そういえば胸元大きくなったよね。何カップだろう。確かめてやる。どうしたの？いや、ちょっとトイレ行ってくるわ。うん、わかった。割引券です、どうぞ。割引券です。割引券です、どうぞ。よろしくお願いします。にゃんにゃんクラブ。サハラ、俺には無理だわ。あ、このノリで上野も西宮と。は？普通に無理なんですけど。俺もそう思うわ。よし、入ろうか。長塚君、いざニャンニャンクラブへ。いらっしゃいま、いらっしゃいませ。お時間どうなされますか？1時間で。割引券。マジで？はい、ありがとうございます。やば、本当に来た。なんというか、まあ。君は何を期待していたんだい？君こそ何を。バカを言ってくれるなよ。純粋な気持ちで君の友達に会いに来ただけさ。そう、君の友達いるのかい？正確には友達じゃないけど。とは？小6の時いろいろあって、実は結構気まずい。いないっぽい。ふーん、帰ろっか。おう、来てたのか。マリアと遊びに来た。あ、これ西宮使ったりするかな。え、猫。へえ。姉ちゃん入るぞ。姉ちゃん、お土産置いとくね。お、あ、上野さん。ゴーゴー。ちょ、何？久しぶり。え？ああ、久しぶり。あれ、西宮じゃね。あ、相変わらずぼっちなんだ、かわいそう。てか石田、マジで久しぶりじゃね。
今度遊ぼうよ。は？いやいいわ。石田、私のこと嫌いっしょ。別に、なんとも。私さ、ずっと石田に声かければよかったって思ってたんだよね。ごめんね、小学校の時。ああ、上野、降りて。うちの店のポーチじゃん。なんで持ってんの？怖。俺があげた。あ、そっ。じゃな。はーい。上野。西宮さん、久しぶり。元気だった？ おい。何？1個しかないの？上野、何やってんだよ。は？投げて遊ぶの。昔みたいに。ごめん、西宮。嘘。冗談でしょ、石田。え？ちょっと待って。あんたたちもしかして付き合ってんの？そんなわけないだろ。友達だよ。友達？何それ、ウケる。いじめてたやつと友達？なんで？無理無理、やばい。あ、もしかして罪悪感的な？違うよ。あ、石田、ダサくなったわ。ま、せいぜい友達ごっこやってろ。ん？何を話してたかって？何でもないよ。じゃあそろそろ帰るわ。また。びっくりしすぎて。あたごあたご。待って、その前に。どうしたの？姉ちゃん、今日ポニーテールじゃん。なんで？お、変な顔。石田に見せてやろ。どこ行くかって？パン屋。ゆずるに頼まれて鯉の餌持ってる。ああ、ゆぎゅう食べたかっただけ。ちょ、西宮。かんかなってみに。手話、手話。話題、おえ、えん。うん。あ、ごめん。全然大丈夫。あ、俺行かなきゃ。パン。じゃあまた。お、西宮。くれるの？ありがとう。見ていい？なんだろうこれ。ありがとう。好き。え？何？
これ？綺麗だね。あ、西宮。あ、ねえ長塚君、これって月に見える？ん？月には見えないな。雨じゃないみたいなんだよな。さっき西宮がくれたんだけど、マジで何なんだろう。お、お、なんかあったのか。え、マジで。髪型変えたんだ。なんで変えたの？何かあったの？すごく似合ってる。ちょっとやめてよみんな。朝時間がなかっただけだよ。へえ、でもそれいい感じだよ。あの河合さん、髪型なんで変えたの？へえ、なんで？特別な理由なんてないんだけどな。へえ、女の子ってそういうもんなんだよ。そうか。え、何？この間、真柴くんがね、石田くんと友達になりたいって言ってたよ。なぜあなたがここにいるのです？はじめまして、私サハラです。どうも、真柴です。おい、やめろ！人の頭の上だぞ。ミオちゃん、久しぶりだね。なあ、今日西宮は？お腹痛いって帰った。え、俺避けられてんのかな。なんで？この間西宮が一生懸命言ってることをうまく聞き取れなくてさ。姉ちゃんなんて言ったんだ？月とても簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。そりゃムカついただろうな。まあ避けられてるかどうか気になるなら遊びにでも誘ってみれば。嫌なら断るだろうし。そっか。なんであの女子仕切ってんの？さあ。石田。え？あいつ何？なんかやけに慣れ慣れしいんだけど。上野、なんで？翔子の知り合いだっけ？ああ、小学生の時の。佐原さん、ここいい？うん、どうぞ。佐原さん、上野と大丈夫だったっけ？ん？ああ、うん。同じ学校で同じデザイン科なんだよ。直ちゃんのセンス、勉強になるんだ。小学生の頃はさ、怖くて乗れなかったんだ。弱虫だったからね。でも、少し見方変えてみた。怖いかどうかは乗ってから決めることにしたの。やっぱまだ怖いけどね。あ、来るよ。
変大変、翔ちゃん足カクカクだよ。大丈夫。すごいな、手話できるんだ。手話頑張ったんだね、石田くん。おい、この手は君のか。俺の野草に失礼なやつだな。え、普通に仲良くしたいんだけど。ダメだ、黙ってるな。もう長塚くん、蹴る。野草に近づくには俺の許可がいるから。長塚くんの頭、それ本物。ちょっと、やめろ。おい、触るな。あれ、マシマくん、逃げて。行け、野草抜け。あれ、いいのか、俺がこんなに楽しんで。でもこれってなんかあれっぽい。何やってんの。ほら、なんていうか友達っぽい。石田、私たこ焼き食べたい、一緒に買いに行こう。え、おいおい、ちょっとたこ焼き、お待たせしました。どうも。上野さ、こういうおせっかいいらないから。島だ。ちょっと、石田。ごめん、またメールする。石田、怒ってる？怒ってない。怒ってはない。私、二人がまた昔みたいに仲良くなれたらって思っただけ。会えばなんとかなるかなみたいな。勝手なことすんない。あれ、俺も同じことした。石田と私って似てるよね。似てない。似てるよ。似てない。ねえ、西宮さんがいなければみんなハッピーだったよね。決めつけんなよ。だってそうでしょ、あの人がいなかったら私と佐原が気まずくなることもなかったし、石田と島田の仲が壊れることもなかった。私、西宮さんが来る前に戻りたいんだけど。島田と俺は勝手にそうしただけだ。石田、私のこと嫌い？多分。あ、私観覧車乗りたいかも。は？西宮さんと乗ろうっと。おい、西宮さん、私と観覧車乗ろう。おい、上野。お姉ちゃん、これ持ってってよ。俺もう一回ジェットコースター乗るからさ。あ、ゆずるちゃんいらっしゃい。翔也なら上にいるわよ。お、極秘映像を入手した。観覧車の映像？そう。え、どういうこと？盗撮。え、あのね、私あんたのことが嫌い。それはやめよ。あんたが分かるようにゆっくり喋るし、あんたの声もちゃんと聞くから。小学校の時さ、私はあなたへの理解が足りてなかった。でもあなたも私のこと理解しようとしてなかったよね。だから空気も読まずに変なノート渡して、いつもヘラヘラして、何かあったらすぐごめんなさいって。だから私やり方変えたの。あなたのこと無視したり
悪口も言った。もう近づかないでっていうサインだよ。なのにあなたはそれを理解もしないでやり返した。大人たちにチクってね。そのせいで石田は友達をなくしたの。私たちの周りのいろんなものが壊れた。ごめんなった。別に私は謝ってほしいわけじゃないの。あの頃はお互い必死だったし、今思えば仕方なかったことかなとも思う。でも今さら仲良くしましょうなんて話をするつもりはない。今でも私はあんたが嫌いだし、あんたも私が嫌いだからね。これからは穏やかにいかない？嫌いな者同士さ、握手。けどわたきがわたきが嫌いで。何それ、なんだよそれ。で、だからで、またごめんなさい。結局さ、あんたは5年前も今も私と話す気がないのよ。どう思う？西宮には西宮のこと好きになってもらいたいよ。上野さんだっけ？ああ、上野。あの人、西宮さんと何かあったの？え？なんで？小学生の頃いろいろあったって河合さんが。西宮さんってさ、本当に耳聞こえないんだね。はあ。あ、もしかしてそれが原因でいじめられてたとか。許せないんだよな僕、そういうのね。石田くん。え、どういうこと？私が昔のことを言いふらしてるって言ってるの？ちょっと声が大きいよ。結局石田くんは何も変わってない。え、小学校の頃からひどいことばっかり。どうした八潮？河合さん落ち着いて。何の話？真柴くん、石田くんはね、昔ある女の子をいじめてたの。何言ってんの河合さん、そんなことあるわけ。本当のことだもん。河合さんだって悪口を。私は西宮さんの悪口なんて言ってない。え、西宮さんを？そう、石田くんは西宮さんをいじめてたの。私はね、止めたんだよ石田くんのこと。でも石田くん聞いてくれなかった。すごく怖かったの。いや、しょ大丈夫。ごめん、長塚くん。いや、しょいや、しょ。嫌いだ。おお、石田。いや、どうかしたの？あ、なんでもない。本当に。あ、いたいた、石田くん。カバン持ってきたよ。どうも、なおちゃん。私が呼んだの。さっきはごめんなさい。でも元を正せば石田くんのせいなんだから。だけどね、石田くんが西宮さんに謝ったら許してあげればって真柴くんが言うから。ちょっと待ってよ、それっておかしいよね。その件で
私たちに石田を責める権利ないでしょ。タチ、違うよ、ナオちゃん。何が？私と違ってナオちゃんは積極的に西宮さんをいじめてた。一緒にしちゃいけないよ。ナオちゃん。ああ、うん、違う。全く違う。笑って同調してただけのあんたとはね。ひどい。どう思う、サハラ。私、ナオちゃんはサハラさんの悪口もいっぱい言ってたんだよ。本当のことしか言ってねえよ。なあ、どうなの、サハラ。私はあの頃、二人とも怖かったよ。は？どっちの味方なんだよ。どっちの味方でもないよ。やめろ。俺が全部悪いから。その理屈は嫌い。上野、自分勝手に何でもかんでも決めつけんなよ。石田君、そんな言い方。相良、やめろ。どうせまた逃げて後悔すんだろ、弱虫だって。どうしちゃったの、石田君。可愛い、喋るな。昔からお前は自分が可愛いだけなんだよ。いや、翔、俺はお前の味方だから。俺のことをよく知りもしないくせに味方とか言ってんじゃねえ。もういや、私帰る。いや、翔、大丈夫、俺は気にしてないからな。翔ちゃん、またね。ごめん、石田。私、来なきゃよかったな。石田君、ひどすぎるよ。部外者のくせに口挟むなよ。友達になれたと思ってた。そうだ、来週から夏休みだろ。どっか遊びに。ユーズ、こんな暗くしてると目悪くするよ。さあ、ユーズはまだ姉ちゃんのことが心配なのかい？ばあちゃんはユズルが心配だよ。姉ちゃんのことばっかで、自分のことはちっとも知ろうとしないんだから。ばあちゃんだって一緒じゃん。老人会も行かないで手話の勉強ばっかしてさ。ばあちゃんは自分のためにやってることだからいいんだよ。だったら俺も自分のためにやってることだよ。そうかい。ゆずはいい子だよ。そうかな。毎日お母さんに叱られてばっか。学校だってずっと行ってない。ゆずは心が綺麗だ。翔子も頑張ってる。ばあちゃんは本当にいい孫を持ったよ。まんじゅうも食べな。食べる。よう、西宮、元気？今日とてもいいパンが手に入ったんだ。このパンは君みたいにいいパン。
ファンなんだ。だから、なんだそりゃ。あれ、今日は来ないのかな。またお腹痛いの。いや、変か。おーい、ゆず。帰るか。石田。よっ。何その格好。何って制服じゃん。どうでどうで。なんで。学校だよ。って。今夏休みじゃないの。え。どうしたの、マジで。どうもしないよ。あえて言うならコスプレ。姉ちゃんからだ。俺行かねえと。送るよ。どこ。え、いいって。送る。本当にいいって。泣いてただろさっき。なんで。石田には関係ないことだよ。関係あると。思いたい。なんで。ゆずるが心配だから。うちのばあちゃんみたいなこと言うなよ。勝手にすれば。ありがとう石田。ここまででいいよ。じゃあ。頑張れ、ゆずる。石田。やっぱ怖い。行ってみようぜ。ん？西宮。え？うわ！ビビった。え、なんで謝んの？そんなわけねえじゃん。なあ西宮、明日は、明日も遊ぼうな。
西宮。西宮は私と一緒にいると不幸になると言った。西宮を不幸にしたのは俺なのに。海は見たい、人を愛したい、怪獣にも心は、取り返しつく気がしない。西宮、おう、今日はゆずるも一緒だな。よし、映画でも行くか。面白えな。よっ、来ちゃったぜ。いや、今年の夏休みは楽しいな。な、ゆずる。知らねえよ。いや、すっげえ充実感だわ、マジで。あ、なあ西宮、明日はどこ行く？明日もどっか行こう。ダメだよ、明日は予定ある。何？正気かよ姉ちゃん。何作んの？いいのこれ、俺がここにいんの合ってる？石田には俺たちの母親の誕生日ケーキを作る任務が課せられた。大丈夫なのか？またビンタされない？いや、それどころか殺されるかもな。おーい、おお、うまそう。何してるの？なんでこの子がいるの？翔子、あなた何のつもりなの？帰りなさい。まあまあまあ、お母さん、いいじゃん、おめでたい日なんだからさ。ゆずる、似合ってるよ。うまっ。なんとか殺されなくて済んだな、石田。あ、うん、やったな姉ちゃん。そういえばゆずる、県のコンクールに写真選んで応募しといたから。ん？何それ？翔ちゃんが出したいって。趣味悪い写真ばっかだぜ。そうでもなかったわよ。なんだよ二人して勝手に。そういえば次の火曜日花火大会だぜ石田。いや俺はいいよ。行こうぜ。ここでいいかな？いい。ありがとう。あ、この間家に呼んでくれてありがとう。おばさん、あ、うん、喜んでたかな。基本無表情だったけど。西宮の誕生日はいつ？6月7日って、もう過ぎてるじゃん。そっか、もう西宮は18歳なんだな。来年はちゃんと一緒にお祝いしような。あ、一緒にって言っちゃった。あ、そっか。なるほどな。そっか。どうしたの？花火
まだ終わってないのに。勉強、そっか。あ、俺送るよ。でも、そっか、じゃあまたな。あれ、姉ちゃんは？あ、そうだ石田、ちょっとカメラ撮りに行ってくれ。お邪魔します。暗っ。西宮、入るぞ。あったあった、充電はあるか。こっから花火見える。ん？西宮、いるじゃん。西宮、ちょっと待って、何してんの西宮。西宮、もう一振り、俺に力をください。もう嫌なことから逃げたりしません。明日からみんなの顔をちゃんと見ます。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からちゃんとするから。ああ、あの時つけた傷、俺ちゃんと謝ったっけ。ごめん、ごめんな西宮。まだ怒ってる？あ、しまったな。西宮に俺のことどう思ってるのか聞いとけばよかった。ちなみに西宮、俺はさ、店電話しても留守だし、面会もダメって言われたから。それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。おばさん、あの翔子、石田さん、西宮さん、あの西宮さん、ごめんなさい。またこんな形でご迷惑をおかけして。すみませんでした。
やめてください。きっと息子がまた翔子さんに何かしたんです。じゃなきゃあの、おばさん、石田はうちのバカ姉ちゃんを助けてくれたんです。俺の監督不行き届きです。ごめんなさい。どうかどうか顔を上げてください。翔子ちゃんが無事で何よりです。ゆずりちゃんもね、お願いだから。なんで石田が傷つかねえといけねえんだよ。悲劇のヒロインぶってんじゃねえぞ。なんか言えよ。私はみんなに迷惑かけてとっても傷ついたので自殺しようと思いました。ごめんなさい。か、とんだ思い上がりなんだよ。おい西宮、お前マジ解約なんだよ。あんたみたいにてめえの頭の中でしか物事考えられねえようなやつが一番腹立つんだよ。お前誰だよ。お前にじみやの母親か。やめちゃんと世話できねえんだったらガキなんて産むんじゃねえよ。何やってるの。やめなさい。やめなさい。なんで、何してるのよ。翔子さん。ごめん、ごめん、キュウちゃん、ごめん、キュウちゃん、ごめん、ごめん、ごめん、キュウちゃん。何してるの。これ見たら姉ちゃん死にたいなんて言わなくなると思った。どうすればよかったの。西宮さんいたの。あっち行かない。ジュースおごし。夜翔とのこと聞いたよ。それって橋でのこと。夜翔はさ、俺みたいなやつ受け入れてくれたんだ。親友ってこういうものなんだって初めて知ったよ。夜翔は僕のビッグフレンドだから目を覚ましてもらわなきゃ困る。辛いから死ぬなんてどうかしてる。河合さん、声がでかいよ。大きい声出さないと聞こえないの。西宮さんにはみんな心配してたのよ。誰だって生きてれば辛いこともあるの。でもみんなそうでしょ。だから自分のダメなところも愛して前に進んでいかなくちゃ。無事でよかったね。
そっか、みんなのところ行ってきたんだ。すごいね。私自信ないよ。もし石田くんが目覚めても私合わせる顔がない。私は変われなかった。翔ちゃんのことまた守れなかった。弱虫のまま。誰か変わる。来てくれてありがとう、翔ちゃん。大丈夫。うん、よかった、無事で。西宮、俺
もう元気だよ。大体は。そんな顔しないでよ、西宮。あ、そうだ。西宮さん、ごめんなさい。昔のことちゃんと謝ってなかったから。あとその後のこととかもいっぱい。俺さ、多分君のこと都合よく解釈してた。もっと話がしたかったんだ、君と。多分それだけ。なのに俺は君を傷つけて、結果最悪な選択させちゃって。違う、まだ手が変わらなかったから。あなたが落ちた全部私のせい。まだ手がいなくなればいいって。ごめんなさい。泣かないでよ、西宮。ねえ、西宮。俺、さっきまで君と話してた。夢の中で諦めようと思ってたみたい、いろいろ。でも、違った。俺もずっと西宮と同じこと考えてたけど、それでもやっぱり死に値することじゃないと思ったよ。みんなにもちゃんと謝りたい。あのさ、西宮、俺君に生きるのを手伝ってほしい。西宮。あれ、キモいこと言っちゃったな。やばい。わ、ごめんね。忘れて、西宮。今の忘れて。マリア、お花に水やってたのか。えらいな。なあ、死ぬ死ぬ。マリア、しょうちゃんは生き返ったんだよ。死んでないよ、マリア。あら、上野さんじゃない？ あの子ずっとしょうちゃんの看病してくれてたのよ。お礼言っときなさい。お見舞い来てくれてたって。私さ、ダメなやつなんだ。こんな状態になってやっぱり余計に西宮さんのこと好きになれなくてさ。ならなくてもいいのか。あ、石田が落ちた時あんたのこと引っ張り上げたの島田たちだから。黙っとけって言われたけど。石田、おかえり。じゃあ帰るわ。ありがとう。やだ、ちょっと切りすぎよ。これくらいの方が可愛いわよ。あ、しょうちゃんおかえり。お邪魔してます。あ、いらっしゃいませ。石田くん。はい。ごめんなさい、
あ、いや、こちらこそ。そうよ、うちのは無敵だから。お母さん、マリア、迎えに行ってくる。はい。誰？こんにちは。上の子の旦那、帰ってきたの。あ、しょうちゃん、ゆずちゃん上に来てるよ。冷蔵庫のゼリー出してあげて。よっ。おお、冬服似合ってんじゃん。見たまえ、石だ。え、おマジかよ、すげえな。そしてこれも見たまえ。あ、マジかよ、すげえな。ご正だだな、俺に勉強を教えておくれよ。お、いいぜ。学校行き始めたんだな。翔子にきっかけ作ってもらった。まあなんとかやってみるよ。期待に応えたい。明日から学祭なんだって。ああ、そうだよ。おはよう、みんな。元気だった？ひどいこと言ってごめんなさい。よし、行ってきます。頑張ってね。あ、それそういう風に使うんだったのか。何？うん、行ってきます。行ってらっしゃい。あ、おはよう。行こっか。石田じゃね？誰？入院してた人でしょ？あの飛び込みの？初めて言うけどさ、俺学校で浮いてるんだ。なんか人の顔見れなくてさ、だから実は下向いてると楽。下向いてていいって。西宮、俺普通に歩くよ。ありがとう西宮、俺のクラスここ。お湯って沸いた。あとちょっと。石田くん、石田くんだ。おい、もう大丈夫なの？西宮、俺ちょっとお腹痛いかも。ごめん。やじょう！あれ？お？やじょう？あ？長塚くん。やじょう、お腹が痛いの？やじょう！やあ、長塚くん。おはよう。元気だった？この間は。ヤショウ、なんで下向いてるの？あれ、おかしいな。本当はちゃんと顔合わせるつもりで来たんだけどな。ビビったかな。ねえ、ヤショウ、石田くん、よかった、無事で。君があのまま目を覚まさなかったら僕の全てが終わってしまうところだった。ヤショウ、恥の上での言葉切りするな。あんなこと生きてりゃ何とでもあるさ。だから野鳥、頼むからもう遠くへ行かないでくれ。お願いだから。長塚くん、ごめん、本当にたくさん。あと、ありがとう野鳥。あと、そのヒゲどうしたの？願掛けだよ、君が早く目覚めるようにって。長塚くん。どうしたの？石田くんの名前を叫んでる長塚くんの声が聞こえたから。そっか、
河合さん、石田君に渡さないと。持ってる？持ってきたけど、ダメだよ、あんな出来損ない。別にいいじゃないか、渡そう。これ本当はね、シンバ集めたかったんだけど集まらなくて、みんなに声かけたんだけど。いやいや、すごいよ、これで十分。俺こんなのもらったことないから、すごい嬉しい、マジで。ありがとう、河合さん。あと、ごめん、真柴くんも。いや、君はすごいよ。うーわ、君も。友情ごっこかよ、鳥肌立ったわ。なんで奈緒ちゃんはそんな言い方するの？は？なんだよ、河合っち。やんのか？ちょっとちょっと、二人とも。あ、石田くん。ごめんね、石田くん。石田くんが大変だったっていうのに、まるで変わってない。そんな、俺だって、うん、そんな深刻な話してねえよ。また謝った。ま、それがあんたか、バーカ。おっと、逃げた。照れたんだよ。あのさ、みんなにお願いがあるんだけど、いいかな。みんなで一緒に文化祭見て回りたい。私はここにいるでしょう。